池田恵美のリファーラルフォーライフ時刻は十時三十分を回りました皆さんこんにちは池田恵美のリファーラルフォーライフのお時間となりましたこの番組は面白い大形にの AI プランニング壮大なビジネスと雄大な人生をつかむ起業家コミュニティを創造するアセンティブジャパンの提供でお届けしております パーソナリティは一生もののリファーラルを提供することで働く時間を半分に収益を倍にするお手伝いをしています。ビジネスコーチ、リファーラルマーケティングコンサル、池田由美です。この番組はリファーラル、紹介を通じてビジネスや人生をより豊かにしたい方にお役に立つ情報や、とっておきの素敵なビジネスパーソンをご紹介する番組です。その方向でお伝えしていきたいと思っています。 番組では皆さんのメッセージ、ご要望、ご質問、どんどん募集しています。メールアドレスは七九七アットマーク f m k i n o ドッ c o m 七九七アットマーク f m k i n o ドッ c o m までお願いいたします。スマートフォンでもお聞きいただくことができます。ツイキャスでも配信しています。ぜひ、f m k i n o a を検索してお聞きください。 アプリケーションをご覧いただきながらお聞きくださいね。ツイッケースからはコメントもお待ちしております。はい。えー、今週もお聞きいただきまして、ありがとうございます。先週はですね、本当に久しぶりに沖縄に行き、まあ、1年半ぶりだったんですけどね、スタジオで生放送をさせていただきました。いやー、生のね、えー、まなみさんにもお会いできて、山内さんにもお会いできて、本当に嬉しかったです。 ちょうどね、えー、先週行った時はあは、天気予報はずっと雨だったんですけど、先週番組中でもお話ししたんですけど、私は基本晴れ女なので、絶対雨は降らせない <laughs> と思ってたんですよね。で、ねえー、着いた日とスタジオに行った時が、ちょっとこう、雨がずっと降ってる感じだったんですけど、午後から、えー、晴れまして、そして翌日、曇り。 えー、さらにその翌日晴れと先週放送中宣言したんですけど絶対雨は降らせないと <laughs>、えー、見事にですね雨は降りませんでしたイエーイ <laughs> 晴れ女更新中です本当、えー、ね、えー、天気予報をひっくり返してあの沖縄のね、えー きれいなビーチですとか、え本当お、癒される景色も見れてよかったなと思ってますもう。本当ね、本当ね、雨降らないんですよ。<laughs> 今まであの子供の頃の行事とか運動会とか遠足で雨降ったことないんですよね。あのー、なので、私と何か、ね、一緒にご一緒していただける方、お天気の心配しなくて大丈夫ですよ。<laughs> はい、なので、もう、 この間雨を降らせなかったってことで今めちゃくちゃドヤ顔してます。<laughs> えー、先週ね生放送後に,元部,にあ元部の美ら海水族館のすぐ近くにありますコンドホテルに、えー、お部屋のオーナーでね、えー、一部屋あるので、まあ、この間そこで、えー、ゆったり、えー、過ごそうかなと思ってレンタカー借りて、まあ、約2時間 えー、移動ししてま、えー、まで行きましたあとはね北部の方ずっと回って北部の最北端の岬まで行ったりですとか、まあ、そこまでまた2時間で、えー、帰りも逆を側をぐるっと要は、えー、北半分をずっと一周回るような感じで。 次の日はね、4時間、5時間ぐらいのドライブをしたりとかしてたんですけどね。はい。まあ、この間、先週の沖縄リトリート旅行のテーマはデトックスだったので、まあ、リ,リトリートデトックスっていうところだったんで、今までたまったことを全部なんかね、海にこう流せる、まあ、流したいって、なんかね、思ってたんですよね。自分の体の中にこう、あるものを海に、海水に使って、 あのなんか、じャバじゃじゃじゃこう、流れていくというか、なんか中から綺麗にしたいなみたいな、なんかそんなね、ずっと思ってて、まあ、ちょっといろいろこう、仕事でも煮詰まってることがあったりとか、まあ、人間関係とかでも,も、ちょっとめんどくさいなとかっていう時もあるじゃないですか。まあ、そんな時にですね、本当綺麗な景色を見るとかね、自然と触れ合うっていうのはすごくいいですね。 うん、あの元部に行った日はねちょっといろいろ仕事もあってあのオンラインミーティングとかいろいろタスクも消化したんですけど翌日からは、えー、丸2日オフだったんですよねで今回は、えーまあ、近くのエメラルドビーチがもう海開きをしてるっていうのも事前に調べていって、まあ、水着も持って行ってましたので <laughs> それはねその前にもあの、ま、なみさんにも「泳げますかね?」とかって言ったら。 うん、まだ冷たいけど多分海開きもそろそろすると思いますよって教えていただいたのでよしと思って水着を、えー、今回も持参していきましたそこで、うんまあ、ちょっとまだね水は冷たかったんですけれどもえっ、ーえー、とった時はねちょっと膝ぐらいまで、えー、海の中にも入りました冷たいと思ったけどあの砂浜の感じとかがいいですよねそして えー、砂浜でね、アーシングって聞いたことあります。あのね、砂浜とかね、あの皆さん、うんと、海にわざわざ行かなくても、例えば公園とか、あとはなんかブランドとかでもいいんですけど、土のところ、芝生のところなんかを、裸足で歩いたりとか、裸足で立ってみる。そうすると、こう足の裏っていうのは、うんと、なんかそういう自分の中の、えー マイナスのものをこう出してくれる、えー、出口らしいんですよね。なので足の裏を、えー、その地面につけた状態で中のものを出していく。そして地球とつながっていくグランディングで。またメディテーションですね、えー。気持ちをいろいろ整えて、まあ、瞑想ですね。することによって、えーまあ、うん自分の中のセルフ えー、断捨離みたいなところですかね。まずは、えー、中にたまったものをこう放出していく。そして、えー、ちょっと整理していく。で、どんどん自分の中のスペースを作っていく。なんかね、今回すごいそれがやりたくって、で、なんか私の今年の方位が、えー、西南だっていうことだったんで、えー、沖縄はねあ、ちょうど <laughs> いい。 えー、場所になるなと思って行ったんですけど、なんか今回本当にね、そのこう、手放していく、放出していく、整理していく、ね、えー、整えるっていうことが、なんか全部できた感じがして、すごいすっきりしてます。なので、まあ、ここのところね、ちょっと溜まってたストレスとか悩みを全部流すことができました。まあ、こういうね、セルフメンテナンス、本当大事だなって思いました。 忙しいからこそ時間を作って外に出るっていうのも必要ですね。皆さんもね、日頃お忙しいと思うので、どうやってそういうリフレッシュね、してらっしゃいますか、ぜひコメントで教えてください。まあそんな <coughs> 沖縄リトリート旅行から戻りまして <coughs>、もう今週はね、精力的に活動しています。なんかね、本当ね、こう、一回そういうの、 リセットすると全然動き方っていうのもね変わってきますねはいなので今週もガンガンいこうと思ってますまあそんな中でですけれども今日のテーマはね自分のスペースを作るっていうことでお話ししたいと思ってます自分のスペースを作るということですね実は今日明日と2日間私自身がビジネスの創出の場として活動してます リファーラルマーケティングの異業種交流組織 BNI、何回かね、この番組でもお話しさせていただいているんですけども、こ、えー、のナショナルカンファレンスという全国大会があるんですよね。年に一度、いつも4月に開催されていて、えー、各地回っているんですけど、今年は千葉のマフクハリメッセが会場になっています。でここに、えー、国内、そして海外からもたくさんのメンバーが集まってくる。 まあ大きな祭典なんですね。今回、えー、2000人が集まってきていますいや。この2000人規模のイベントって、やっぱりね、すごいですね。もうこれをね、準備してくれている実行委員の皆さんたちにも本当に感謝なんですけど、えー、この2000人が集まってきますから、その地域地域にね、経済、えー、活性ということも、経済活動が活発になっていきますから。 例えば、えー、こういうホテルもそうですし、えー、飲食店さんなんかも、ね、2000人がどっかしらで食事をするようになるわけですよね。でそれを私たちメンバーのお店を使わせていただくと、ね、そこに、えーまあ、少しでも、ね、お財布から貢献ができるということもあって、あえて私たちはメンバーのお店を選んでいったりとかしているんですよね。でえー、そんなな、ね、大きな祭典も近々 えー、あちこちから集まってきて、もう本当に久しぶりに会える人がいたりとか、新しい出会いがあったりして、毎年このイベントを私も楽しみにしています。今回は、実は、うん、とこのカンファレンスの中で、えーまあ、エデュケーションの時間があったりするんですけれども、うん、私のメンターがね、えー、2人、キーノートスピーカーとして来日して登壇してくださいます。 まあだからね、本当に、まあ、毎年すごい楽しみなんですけど、今年はね、私の大好きな、まあ、の2人が日本に来てプレゼンテーションしてくれるっていうので、本当にね、ワクワクしています。1人は、えー、イングランドの方なんですけどね、英国人で、まあ、アイルランドと UK の今、アシスタント、ナショナルディレクターっていう、まあ、本当、えー、アイルランドと。 UK を取りまとめてらっしゃるお一人ですね。で、もう一人の方はドイツからお越しになってます。ドイツ人の方なんですけどね。お二人と出会ったのは2014年、ちょうど10年前、台湾で出会いました、えー。台湾のそういう全国大会、カンファレンスに参加させていただいたときに、まさしくこのお二人がキーノートスピーカーだったんですよね。ものすごい感銘を受けて、えー、以来、 えー、お二人にはすごいこういろんなこと相談させてもらったり、うん、何かにつけてこう気にかけていただけるようなそんな大切な方々なんですねもう大先輩で、えー、本当にこう迷った時とか、えーこうん、答えが導き出せない時、えーまあ、今はね本当オンラインで気軽に話せるようになったので どっかでちょっと時間取ってくれないっていうといいよって,っても必ず2人はあの私のために時間を作ってくださるというような方たちなんですよね。まあ、そんなお2人が本当にね、私のホームターンに来てくれるっていうのがめちゃめちゃ嬉しいなというふうに思っています。まあ、そういう,こう、まあ、ポジションもあって経験豊富な方なので、本当にまあ海外であ。 彼らとはね、本当、海外でしかな、なかなかお会いできないし、しかも2人揃ってっていうのが、本当にない機会なんですけれども、まあ、このお2人が、ものすごいこう影響力のある方たちなので、みんなこの方たちと個別の時間を持ちたいとか。 まあえー、少しでもいいから、えー、お話ししてアドバイスもらいたいとか思って彼らのアポイントってめちゃめちゃすごい量入ってくるんですよねなので本当に普通普だだったらアポイント取れないんですけど、うん、私はね本当に、あのー、幸せなことに毎回毎回私の時間って必ず優先して確保してくださったりですとか今回も、えー、日本行くよーっ,つってあちら、あのー、お二人から連絡 くださっていつ歩みは時間はあるんだとかっていうね、えー、言ってくださってあのじゃあちょっと食事しようとかじ、えー、G、タイムで一緒に話そうとか、まあ、そんな、えー、お約束もさせていただいてます。まあ、今回ねこの千葉の幕張メッセっていうところに前乗りしてるんですけど、まあ、会場の幕張メッセのもうほんとすぐ隣のホテル宿泊しています。 まあ、ここに昨晩着いたんですけど、まあ、あのチェックインしているときにもう、もうすでにそこで久しぶりに会う仲間がいて、あのホテルの,あのチェックインカウンターでですね。 あゆめさんとかね、皆さんに声かけていただいて、あ,あ、お久しぶりですなんていう、こういうね、再会も嬉しいですし、まあ、そこにね、私の知らない方がいても同じグループなんだなと思って、新しい人とのお出会いなんていうのもたくさんあります、えー。昨晩はですね、私のビジネスパートナーの一人、台湾人のリン・ケさん、えー、この番組にもね、ご出演していただいたこともあるんですけども、もう彼とは本当毎週毎週、えー 合ってる仲間の一人なんですけれども、一緒に食事をして、まあ、彼が、ね、台湾から、えー、大勢の方たちを、えー、このカンファレンスに、えー、呼んでいらっしゃったので、その台湾のグループの方たちと15人ぐらいかな、えー、日本人は5、6人ですけれども、そこで、えー、もう本当に、えー、いろんなビジネスの話もしながら、えー、食事をしました。で、そこお食事をしている ところに、まあ、まあそこでもねいろんな情報交換があったりとか、えー、特にね私のビジネスについてすごい興味を持ってくださって台湾にもそれが展開できないだろうかとかそんな嬉しい声も言ってくださって、まあ、こういうところで話したことって絶対実現してるんですよねなので、えー、私自身も海外進出っていうのを考えていてそのネットワークも持っているんですけれどもそれをまだこう 実際に海外に、えー、行く準備っていうのはまだこう、うん、できていないというか、えー、もっと日本を広げて、えー、落ち着かせてからそしてもっと任せられる人をちゃんと育ててから、えー、次は海外っていうふうに思ってたんですよねでもいやなんか今回いろいろ話してて、えーまあ、一個一個やっていくのは大切なんですけど うん、ちょっとどっかでタイミングってまた出てくるだろうなっていうふうに思ってなんか自分が思っているより早いタイミングでできちゃうような気がしてきました。<laughs> えというのもですねなんかね今回もおそうなんですけど沖縄でも自分の時間をゆったり取れたっていうことがすごく大きかったんですけど、えー、なんかこう視野を,を高くするとか ちょっと広く捉えるとか、俯瞰するっていうのがすごい最近こう身についてきたというか、意識今までしてなかったんですけど、それができるようになってきたんですよね。で、今回泊まっているホテルっていうのは高層階で50階まであるんですけど、今33階に宿泊しています。高層階をリクエストしてました。で、えーまあ、今日はね、本当天気が千葉は。 お天気いいんですよね。なので、え今日午朝5時に起き,てた起きたんですけど、えー、だん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 朝日が差し込んできて、まあ、遠くまで見えるようになって、今お部屋からは東京湾を一望しています。すっごい綺麗です、ここはね、えーち。とっても気持ちがいい朝を迎えることができました、えー。最近はね、でもね、ホテル代ってすごい高騰してるじゃないですか、インバウンド価格というか。 えー、今までねあの、これぐらいで泊まってたっていう金額の倍ぐらいとかしますよね。えー、もう特に都内なんて本当ホテル代すごい上がってるっていうのはよく聞くんですけれども、出張が多い方にとってはね、これの費用の負担っていうのが大きくなってるのが大変になってるかもしれませんね。私もね、出張が多いので、ホテル選びもいろいろ考えますね。私は、えー、ホテル選びに、えー ポイントにしているところがあって、それは、えー、大浴場があるところ、<laughs> お風呂好きっていうのもあるんですけど、あのー、ユニットバスとかね、私ちょっと苦手なんですよね。なので、大きいお風呂があって、ゆったり、えー、体を疲れるようなところっていうのを、えー、選ぶようにしています。または、お部屋の、えー、広さですね。 うん、あとね、ベッドの大きさっていうのもちょっとポイントにしたりもします。で、もう一つ最近私が意識していることがあります。ポイントにしていることがあります。それは、できれば高層階を取るですね。可能な限り高層階に部屋を取るということをしています。日頃、多くの人といろんな えー、情報交換をしたりとかいろんな人と関わっているので頭の整理とかメンタルとか体のケアが追いつかないことってありますよね皆さんもないですか、ね、人に疲れちゃったとかね、えー、今日やることいっぱいだったのが大変だったなとかっていう時あると思うんですよねそんな時ってどうでしょう皆さん背中丸まってませんか、うん 疲れてね電車に乗ってあ早く座りたいなーなんて思って座った時って、えー、ガラスに映ってる自分を見るとどうでしょう背中丸まってたり、えー、なんか怖い顔してたりとかしてませんかね眉間にしわ寄せて、えー、スマホを見てたりとかしてませんか、うん、そういう時ってね背中丸まってるから呼吸も浅くって、えー、視野が 狭くなってたりとか、思考もですね、すごくこう固まっていたりとか、活力が低下してしまっているんですよね。私は煮詰まると外に出て、大きく、ね、深呼吸をしたり、伸びをしたり、体温を浴びて一旦放出するようにしています。一旦放出、これね、結構大切ですよ。一説によると、人は1日に3000回から6万回、いろんな選択、決断というのをしているそうです。 つまり脳ってずっと動いてるんですよね。疲れちゃいますよ。なので、なんかこう、もっといいアイデア考えたいなとか、気持ち整理したいなとか、体癒したいなとかって、えー、思うときあると思うんですよね。そんな時に混雑してるところにわざわざ行く人っていらっしゃらないと思うんですよね。 まあ、例えば、リフレッシュのためにディズニーランドに行くとかっていうのもね、あるかもしれません。友達と飲みに行くとかっていうのもあるかもしれません。まあ、それもね、あのー、いいことだとは思います。気分転換にすごくなるのでね。なので、それは一旦現実から離れて、非日常の中で得た快楽や刺激によって気分転換ができたということなんですよね。なので、 人が混み合っている場所では、より良い考えっていうのは生まれませんし、パフォーマンスも、えー、低くなっちゃいます。ぎゅうぎゅうになるんですよね。人がいるところって自分のスペースがなくなっちゃうんですよ。そうすると、この狭いところだけで何かをしようとする。どん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 思考も固まって小さく小さくなっていっちゃうんです。満員電車の中でいい、より いいアイディアって生まれませんよね。ギュ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 押されたりとか。ね、どうやったら、えー、揺れずに済むか、バランス取ってられるかとかね。えー、荷物ここだとちょっと当たるなとか、えー。なんだっけ、網棚に乗せた方がいいかなとか。いろんなことを考えている中で、いいアイディアって生まれないんですよね。そこに集中しない、えっと。狭いところっていうのは、より多くのことを考えてしまう。 自分が本来考えたいことではないことまで考えなきゃいけない。それを判断しなければならなくなってしまいます。えーね、なので、地上近い場所。ここは多くの人が行き交えます。他人のエネルギーをそれだけ受けちゃいます。なので、ネガティブな感情も入ってきちゃうんですね。だからこそ自分のスペースを守る。 心も体もスペースっていうのが必要になってきます。高層階に行けば行くほど、えー、遠くまでね、景色がよく見えて、窓から外を見ると歩いている人とか車とかっていうのはすごく小さく見えるんですよね。そう。高い場所から自分を見てみる。俯瞰してみる。これ全体を見てみたり、遠くを見てみる。そうしているうちに 呼吸がだんだんゆったりできるようになったり深くできるようになってくるそうすると体の中に酸素が巡って頭と、ね、体に行き渡っていくようになります今回沖縄で心と体がすっきりしたのでそれを維持するためにもホテルを今回高層階を予約しました。 少しお金はかかりますけど自分のスペースを取るということでトップパフォーマンスを作るためにそこに私はお金を投資しています今も窓の外に大きな外国からですかね外国船ですねが、えー、ゆったりゆっくり進んでいるのを眺めながらお話ししています朝日を浴びてメディテーションして 今日1日をどんな素敵な出会いがあ,ってるあるのか、どんな素敵な時間が待ってるのか、ワクワクしています。高い場所、広いところ、自分のスペースを作ってみると、急がなくても良くなりますよ。試してみてくださいね。はい、アセンティブジャパンでは、2024年、今年からアセンティブアカデミーとしてリニューアルいたしました。より実践と成果を出しやすい環境とステージアップ。 のアドバンスプログラムを充実させています紹介を自ら生み出し向上的に流れるあなたのリファーラルパイプラインを意識紹介が途切れないような戦略を作るお手伝いをします体験セミナー説明会毎月15日2時から4時半開催しています次回は4月22日になりますご希望の方はアセンティブジャパンホームページからお申し込みください今週もお聞きくださいましてありがとうございました はい。また、えー、皆さんとね、えー、お会いできるのを楽しみにしております。はい。素敵な一週間をお過ごしください。アメージングビジネススペクタクラーライフ。お相手は池田あゆみでした。また来週お会いしましょう。いってらっしゃい。